こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて、今回は篤姫のお話になりますと言ってもですね、実はこのことご存知でしょうか。篤姫って2人いるんです。セゴドンの劇中では一かなんかで名前が出てきて、その後急に名前が篤姫に変わっちゃってですね、あれ勝手に名前いつの間にか名前変わったぞって疑問に思われた方がいるんじゃないかなと思うんですが、実はこの改名、初代の篤姫が篤っていう名前だったので、それにあやかって、勝から篤子とかですね、篤というふうに改名をしたと言われているんです。今回セゴドンに登場しているのは、あの大河ドラマにもなった天璋院篤姫。じゃあ初代の篤姫ってどんな方だったのかというお話を今回はさせていただきたいなと思います。初代の篤姫は高大院と言いまして、以前動画でご紹介をした島津重秀の娘になります。リンクこの辺にまた出しておきますのでご覧ください。以前の動画では借金を作った大名だというようなお話をさせてもらったと思うんですけど、この借金の原因の一つがこの篤姫にあるわけです。では篤姫、生い立ちを見ていきましょう。篤姫は安永2年1773年ですね、鹿児島に生まれます。島津重秀の娘として最初の名前を篤姫とか篤というふうに言いました。でですね、3歳で婚約をするわけです。早いですね、相変わらずこういう時って現代じゃ考えられない速さで進んでいきます。話が3歳で徳川春成の息子である豊千代、いわゆる徳川家成と婚約をするわけです。ただですね、外様大名の娘が、将軍との婚約を結ぶっていうのは当時としてはありえない。なんでこんなことができたかというとですね、実はこの時10代将軍家春には嫡男がいたわけです。それを幻の将軍と言われている徳川家元という方が見えたわけです。ですので、この家成と篤姫の婚約は何ら問題はなかったわけなんです。ただですね、このあと事件が起こります。徳川家元が急死するわけですね。急死して後を誰に継がせるかとなった時に、この家成が次期将軍として決まってしまうわけです。将軍家の正室というのは御設家もしくは宮家の娘というのが恒例です。そして外様大名の娘っていうのは論外なわけなんですね。もう前例がないと。ということで、さあどうしたかと、この婚約はもう破棄せざるを得ないという状況になった時に、島津重秀はある一手を講じるわけです。それが重秀の義理の祖母である貞観院という方がいるんですが、簡単に言うとですね、5代将軍綱吉と8代将軍吉宗の養女になります。この2なんでこんなことになったかっていうのがまた複雑なんですが、はい。でですね、この輿入後ですね、高大院はなんと男児を出産します。この男児を出産する、正室が男子を産むというのはですね、なんと2代の秀忠以来、秀忠の正室がお江の方ですね、大河ドラマにもなってますが、が男子を産んで以来、それ以来久しぶりの正室の男の子。ただですね、生まれたのは五男です。五男篤之助というんですが、この篤之助は、もう後継ぎが決まっていたので後継ぎになることはできず、武に養子に出されることになります。で、まあただですね、他の側室が産んだ子たちを、まあ、全部自分の子供として養育をし、武に養子に出しているので、全部島津家と、付き合いがある縁戚になってしまうということで、島津は、付き合いの接待の経費がかさむことになるわけです。まあそれでですね、まあ借金がかさむというような結末になるわけなんですが、まあ天璋院篤姫というと、まあ今のね、セゴドンに出ている篤姫ですとか、まあ
大河ドラマにもなった篤姫を想像されるんですが、もう名前が変わった理由っていうのがね、実は初代にもう一人別の篤姫がいて、その篤姫もなんと将軍の正室になっているというところからこう名前を変えているというわけになるわけです。はい、ということで今日は初代の篤姫についてお話をさせていただきました。まあ篤姫2人いるっていうのがね、自分もちょっと勉強してて驚いたんですが、びっくりですよね、初代篤姫、2人目の2代目の篤姫って、まあ2人はプリキュアみたいな感じだとは思うんですけど、はい、何言ってんでしょうね。ということで今宵のどうでしょうはこれまででございます。